ごどうぞお進みください。これすごくないですか。楽しい。ちょっと待って期待していただければと思います。ソニーの歴代のプレイステーションのコンソールご覧いただきたいと思います。あわ懐かしい。結構厚めのハードから急にねこうスリムになって、いかがでしょうか。こうしたらいやテンション上がっちゃいますねこれおすごいですね。あみんなしてる。みんなしてますね。こちら土にどのぐらいの水分量があるかを確認いただけるんです。えなんで。すごい。こういったものをご活用ください。ちょっと信じられない乗車体験でしたね。今までの車が僕の中では結構過去になるぐらい果てしないものを体験しました。改めまして本日はソニースクエアを見せていただきありがとうございました。松原さん本当に今日はお越しいただきありがとうございました。いや本当に楽しかったです。あそうですか。いやそう言っていただけると本当嬉しいです。体験していやこれだからこそソニーがやるんだなってすごく思いました。あっという間の時間でなんかこうソニーさんの今までこう製品としていろいろ体験してた部分と初めてこうソニーさんがこういうビジョンとか精神を持って作ってるんだなっていうのを初めて体験できたような気がしますね。まだまだこう世に明らかになっていないというかお客さんが手に触れていないけれど未来のためにそういう未来を目指して作っていく必要があるものっていうのがたくさんあるんだなっていうのをすごく感じました。ソニーがこんないろんな多様な事業をやっているとは知らなかったっていう声って本当によく伺うんですよね。あのソニースクエアはあのソニーグループのショールームでしてソニーグループの多様な事業でそれを一堂に体験いただける世界で唯一のショールームなんですね。でさらにソニーの今とその先をあの体験いただけるそういうショールームっていう位置づけになっております。確かにこう体験したものでいうとそのプレイステーション5もすでに市場に回っているものですがその PS5 をあの大画面でプレイするっていう、うんはい、どこでも体験できなかったことをもうゲーマーの夢ですよね。そうですね、はい、あの大画面大音響でゲームの世界に没頭するっていう。体験していただいた中で一番印象に残ったものっていうものがあれば教えていただけますか。全部すごすぎたんですけど一番感動したことで言うと僕結構宇宙の取り組みはかなり鮮明に印象に残ってますね、はい、宇宙っていう場所って今までいろんな一般の人の人生の中ではたどり着けない場所というかああいうシステムが稼働することによって誰でも宇宙から見た地球もしくは宇宙から見る空の景色そしてもしかしたら月とか、はい、あの他の星についてもどんどんこう身近になっていく、うん宇宙っていう空間も自分たちの日常にちょっとずつ近づいてくるような革命だなと思いましたね。ソニーグループは宇宙をですねこれもまたエンターテインメントっていう形で捉えておりましてまさに今松丸さんおっしゃったように宇宙から見た地球あ本当に青いな本当に美しいなっていう体験を多くの方にしていただきたいなと。クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすっていうものをあのパーパスとして掲げているんですね。何事をやるにあたっても判断軸といいますかそれがこうあの柱になっているっていうところは大きいですね。なるほど。そういう軸で考えると共生農法もこう当てはまってくるっていうわけなんですね。そうですね、はい、なかなかこう農業とソニーっていうとつながりが非常になかなかこう考えにくいかなっていうところがあるかもしれないんですけれどもこの共生農法ってある種その多くの種類を少ない量生産することが可能じゃないですか。一つの敷地に対して誰でもこう畑を耕したりせずそれこそ肥料とかを調節することもなくお互いの自助作用によって生まれたもう新鮮な野菜新鮮な食材を使って自分の家で調理することができるようになるのかなと思ったのでなんか農業の形が根本から少しずつ変わっていく、まあ、変わっていくのかもしかしたら自然に戻っていくのかなんかそういう可能性を感じましたね、はい、ビジョン S あの自動車についてソニーの取り組みとこうつながるところっていうのはどういったところがあるんでしょうか。そうですね、はい、あのビジョン S 今日はあの松丸さんにもご乗車いただきましたけれども、はい、あれもあのまさにそのソニーグループの多様性が生み出したあの一つの形っていうふうに、捉えられるのかなというふうに思ってます。ソニーのセンサーの技術であったりですとかあとあの今日あの車内でお感じいただいたようなエンターテインメント、はい、あの車内で映画を楽しんだりですとか音響であったりですとかあれもやはり今後その自動運転が、主流になってきたときに
もはや車っていうのは移動するエンターテインメント空間だと。僕ちょっと乗ってものすごくずっと感動しっぱなしで、そのソニーの感動で満たすっていうのにもうある種まんまとやられてるんですけどありがとうございます。そのすごいなと思ったのが、その車の中で映像とその音響、なんか車だからこれぐらいでいいっていう満足のなんか妥協ラインってあるじゃないですか、はい、そういうことでは全くなくて、むしろ家で映画見るんじゃなくてもうわざわざ車に乗って映画見た方がいいんじゃないかって思うぐらい、だから移動手段がそのままエンタメになるというよりもう新しいエンタメの場所が作られたというか、こういうソニースクエアのようなソニー社の今とその先を体験できるようなショールームのスペースを運営することってどういった意義を感じてこれを続けているのかっていうのを伺ってもいいですか。あ、はい、ありがとうございます。2つあるかなと思ってまして、1つはソニーグループの多様な事業を一堂にこう体験いただくショールームということを私ども心がけておりまして、例えばソニーのカメラを持ってますっていうふうに言ってくださる方もいらっしゃいますし、プレイステーション大好きって言ってくださる方もいらっしゃるし、ソニーミュージックのアーティストが大好きだっていうふうに言ってくださる方もいらっしゃって大変ありがたいんですけれども、でソニーグループ全体っていうふうに見る機会っていうのはなかなかあんまりないのかなっていうふうに思っていまして、でここソニースクエアはそのソニーグループの多様な事業を一堂に体験いただける、そういう場としての役割っていうのはあるのかなっていうふうに思っています。でもう一つはですね、なるべく多く若い方にここをこう体験していただきたいなっていうふうに思っているんですね。中高生であったりですとか大学生であったりですとか、ソニースクエアを体験していただくことによって自分の将来を考えるときの何か一つこうきっかけにでもなるものを見つけていただけると本当に嬉しいなっていうふうに思ってまして、中学とか高校の時にこんな施設に来れたら多分もう続婚だと思います。エンタメの世界も触れることができるし、技術の世界にも触れることができるので、すごく教育としても価値が高い施設だなと今日一日回っていて感じました。ありがとう、そう言っていただけると本当に嬉しいです。いや、こんなに楽しませていただいてすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来させてください。ぜひまたお越しください。ありがとうございます。